有料サイトを見るなどお金のかかることはしないようにと厳しく伝えています。そんなある日、帰宅時間になってもルナちゃんが帰ってこないので道夫さんは心配しています。そこへルナちゃんが泣きながら電話をしてきました。携帯サイトで知り合った女の子と待ち合わせをしていたら、知らないおじさんに声をかけられて怖くなって逃げてきたというのです。だから携帯電話で有料サイトに行ったら絶対ダメだって言ったじゃないの。でもルナちゃんは携帯の有料サイトは見ていなかったのです。無料のゲームサイトで遊んでいただけでした。そこで知り合った女の子になりすましていたのが、実はそのおじさんだったのです。では道夫さんはどうすればよかったのでしょうか。ルナちゃんと携帯の使い方についてしっかり約束を交わすことは大切です。例えば親子の間でこんな契約書を交わして約束してはどうでしょうか。またフィルタリングサービスを利用して有害サイトが見られないようにすることや、子どもの携帯電話の利用履歴を確認することも安全策の一つです。携帯の無料サイトや交流サイトであっても犯罪に巻き込まれる可能性はあります。十分に注意しましょう。